マイケル・シェンカーはドイツ出身のハードロックのギタリスト。かつて白と黒の2色で塗り分けられたギブソンのギター、フライング V を使用していたことで有名。日本ではアルバムの放題から神とも称される。実景はスコーピオンズのリーダーであるルドルフ・シェンカー。実前はビーバのキーボーティストであるバーバラ・シェンカー。兄、ルドルフ・シェンカー2014年初期。 MSG 一代アニであるルドルフ・シェンカーの影響で幼少期よりギターを始める。11歳で初ステージを踏み、17歳でスコーピオンズのデビューアルバム恐怖のサソリ団にリードギターとして参加した。1973年6月リードギターを探していた UFO からオファーを受け加入。これは前年にスコーピオンズが UFO のドイツツアーの前座を務めた際、 UFO の当時のギタリストだったミック・ボルトンが突如失踪し、急遽マイケルを借りたという出来事がきっかけであった。UFO には1978年まで在籍し6枚のアルバムに参加。UFO の世界的な成功に貢献する一方、メンバーとのコミュニケーションやアルコールの問題を抱えていた。UFO 脱退後、短期間ながらフルスノスコーピオンズに所属した後、 1979年に自らのバンドマイケル・シェンカーグループを結成。デビューから1984年までに4枚のスタジオアルバムと2枚のライブアルバムを発表。ロックギターの名手として一時代を築き、日本武道館でのコンサートも行われた。ボーカルのロビン・マッコーリー加入に伴い、1986年から1993年にかけては、 マッコーリーシェンカーグループ名義で活動。3枚のスタジオアルバムをリリースした。合間の1991年には、ラットのサポートメンバーを務めた。1993年、u o の再結成に参加。新アルバムのレコーディングやライブ活動で1995年まで在籍した。1997年に再加入し、ツアーを行うも、1998年の 日本公演の途中で演奏を放棄し無断帰国。そのままバンドはツアーを中止し解散。しかし2年後の2000年に復帰。3年後の2003年に4度目の脱退。1996年、マイケル・シェンカーグループを再始動させる。近年は並行して自身のソロプロジェクトも行っている。2006年には、バッケンの野外コンサートで息子で、 ファスター・インフェルノのギタリストのタイソン・シェンカーと共演した。日本公演を行うも再びライブ途中で演奏を放棄し中止になる。2011年ソロアルバムテンプル・オブ・ロックを発表。これ以降はこのアルバムから発展したマイケル・シェンカーズ・テンプル・オブ・ロックとして活動を始め精力的にワールドツアーを行う。2016年 MSG の歴代メンバーが集うプロジェクト、マイケル・シェンカーフェストの活動を開始、同年8月に来日公演を行った。奏法そのものは、ペンタトニックスケール主体の極めてオーソドックスな、ロック奏法の積み重ねである。彼の使用するギターには、ビブラートユニットが搭載されていないが、ネックベンディングにより、アーミングに似た効果を出すこともある。ヘッドを左手で押して、 音程を下げるのだが、あまりに強く押すので、ネックが折れることがあり、リペアー真ん中せであった。ギブソンフライング VMSV650 かつて、白と黒にリフィニッシュしたギブソンフライング V を長年使用していたが、現在はディーン製の様々なシグネーチャーモデル V シェープギターを使用している。1980年代には、アリアプロニがマイケルのために用意した。 V シェイプギターをサブとして使用したり、1990年には、ウォーレン・デ・マルティーニの勧めで、LA のパフォーマンスギター社に制作依頼することになった白黒 V の発展バージョンを使用した時期もある。このカラーコーディネートに至ったきっかけは、白と黒の V を交互に演奏していて、ある時、一本の V を、一層のこと白と黒に塗ってしまおうと思いついたからとのこと。アンプは、 MSG 初期までマーシャルの1987を愛用。80年代後半からは一貫して、同じくマーシャルの JCM800-2200 を愛用。1990年頃から、当時のマーシャル社渾身の新製品であった JCM900 の 50W 仕様のヘッド製品第1号機を発売前の半年以上前から、世界の誰よりも早く対応され使用を始め、アルバム、 MSG を制作。当時 HM、HR 界隈で流行していた著名、アンプ職人による貴重な改造マーシャルによる、レコーディングではなく、一般に流通する、製品版のままアルバム丸ごと1枚を作ったことで、JCM900 のプロモーションに、大いに貢献することになる。エフェクトは、ジムダンロップ製、DB01 ダイムバグシグネチャーワウペダル。 ボス製の FV-500L ボリュームペダル、同社の DD-6, DD-3 デジタルディレイ、CE-5, CH-1 コーラス、TU-2 チューナーを使用し、鮮度、リターン等は使わず、すべてギターからアンプまで直列で接続して使用。ディレイとコーラスが2個ずつセットされているのは、弾き目を強くしたいときは2個同時を n 引き目を弱くしたいときは一交付という風な使い方をするため。弦は D ・アンジェリコのエクストラライトを、ピックはジム・ダンロップのナイロンスタンダードを使用。時期によって厚みが異なるが近年は 0.60mm を4枚ポケットに入れ、ランダムに使用している。マイケル・シェンカーグループブルガリア公演、マイケル・シェンカーズ・テンプル・オブロック・ドイツ公演。ありがとうございます。